マイタウン水戸。この時間は水戸市の話題や情報をお送りします。おはようございます。今あきこです。皆さんはヘルプマークやヘルプカードをご存知でしょうか。東京都から始まり全国にも広がりつつあるヘルプマークやヘルプカードが7月から水戸市でも配布されるようになっています。このヘルプマーク、ヘルプカードについて水戸市保健福祉部障害福祉課の渡辺武さんに教えていただきましょう。ヘルプマークはですね、赤字に白い十字やハートのマークの入った樹脂製のカードサイズのマークとなっております。それに赤いストラップがついておりまして、カバンなどにつけて援助や配慮が必要なことが分かるように、するようになっております。マークの裏面にですね、必要な支援の内容や、緊急連絡先を書き入れることができるシールを貼っていただいて、使用していただきます。じゃあヘルプカードは？ヘルプカードはですね、ヘルプマークのデザインを紙のカードに印刷したもので、財布などに入れて持ち歩いて必要な時に取り出して周囲に支援を求めるものとなっております。緊急連絡先や障害の特性などの情報をあらかじめ記入することができるので、緊急時の時などに支援を求めやすくなります。なるほど。実際ヘルプカードが手元にありますが、あなたの支援が必要です、ヘルプカード。ミトちゃんがちゃんとイラストとしてもありますね。あ、そうですね、ミトちゃんを入れさせていただいております。そしてパッと裏面見ますと、このカードの中にお願いしたいことが書いてあります。中を開いてみてくださいというふうに書いてありまして、中開きますと3つ折りになっていて、お願いしたいことということで、不自由な場所、また例えば人工透析をしていますとか、パニックになることがありますとか、アレルギーがありますとか、あと自由に書くところがありまして、これを見れば実際に、あ、今どういうことでお困りなのかっていうのも分かるってことですね。まあ、そうですね、これを使ってですね、実際言葉で説明していただいても大丈夫ですし、お願いしたいことを伝えることの助けになるように使っていただければと思います。なるほど。このヘルプマーク、ヘルプカードですが、どうして配布することになったんでしょうか。はい、ヘルプマーク、ヘルプカードというものは、援助や配慮を必要としている方が外見からは分かりにくい方の意思を表すことを助けるためのものとなっております。ヘルプマークやヘルプカードをそういった方と必要な方に配布して、市民の方がそういった方たちに配慮を行いやすい環境を作ることを目的としております。こうしたツールがなければ支援が必要なのに支援してもらいづらいし、周囲の方も障害のある方などに対して、若いのになんで優先席に座っているんだ、窓口などでなんでそんなにもたもたしているんだと誤解してしまいます。ヘルプマークなどがあれば、障害のある方などは支援を求めやすくて安心ですし、周囲の方も必要な支援をすることができて気持ちよく過ごせると思います。また障害のない方なども怪我や病気などで周囲の方の支援が必要になる場合もあります。障害のある方もない方も気持ちよく生活できる心のバリアフリーの実現のために、水戸市は導入させていただきました。茨城県ではヘルプマーク、ヘルプカードを導入している市町村があるんですか。はい、茨城県全域ではまだ配布されていないんですが、ヘルプマークに関してはすでに筑西市、稲敷市、常陸大宮市で配布されています。ヘルプカードに関しては取手市、龍ヶ崎市、利根町で配布されています。ヘルプマーク、ヘルプカード、なんとなく知ってるなっていう方もいらっしゃると思いますが、新しいものっていうイメージがありますよね。そうですね、まだ一般の方々などになかなか認知されてない部分もあるんですが、実は東京都では平成24年度から配布を始めております。なるほど。すでに配布を行っている自治体では、どんな場面でヘルプマークやヘルプカードが役に立ったのでしょうか。障害福祉課の井原雅也さん、いかがですか。
他の自治体での事例ですが、例えば義足や人工関節を使っている方ですね、外見からは分からないので優先席に座っていると注意をされていたこともあったんですが、ヘルプマークをつけてお示しすることによって周りの理解が得られまして、とても気が楽になりましたという事例があって、あるいは聴覚障害のある方、耳の聞こえにくい方、聞こえない方なんかでお店で、聞こえないので筆談をお願いしますということでヘルプマークを示しますと、お店の方などですぐに分かってもらって対応してもらえたということがあったそうです。あとは発作で倒れた経験がある方なんかもいらっしゃるようでして、ヘルプマークに貼られたシールに緊急連絡先の電話番号を書いておいたので、発作で倒れた際に救急隊員が気がついて一命を取り留めることができたということもあったそうです。また知的障害があるお子さんなんかで駅で迷子になった時に駅員さんがヘルプマークを気がついて声かけをして見守ってくれたということもあったということで聞いております。なるほど。それぞれの事例を聞くと納得っていうところが多いですね。その他にもやはりこのヘルプマーク、ヘルプカード必要とされる場面とか、あとそういった方っていうのはいらっしゃるんですね。そうですね。例えば普段なんかですと電車とかバスの中で外見では健康に見えても疲れやすかったりとか、同じ姿勢を保つことが難しい方なんかに対して車内で席を譲ってもらいやすくなる、あるいは外見からはやっぱりこう分かりにくいので、優先席とか専用席に座っていると、こういうものがないと不審な目で見られることもあるわけですけれども、外に対してこういうものでお示しすることによってそこまで不審な目で見られることも少なくなってきて、ストレスを受けることも軽減されてくる。で、いざという時といいますか、何か突発的なことが起こった場合、例えば交通機関が事故で遅れていますとか運行が停止していますとかっていう場合には、そういった情報が把握ができにくかったりとか、あとは急な変化に対応するということが難しい方っていうのもいらっしゃいますので、今こういう状況になってるよっていうのを教えてもらいやすくなったりですとか、あとは急に立ち上がるとか歩くとか階段上り下りするっていうことが難しい方に対してエレベーターに案内をしてあげるとか、そういったこともやりやすいのではないか、あるいは災害が起こった時に安全に避難するために、今の状況がこうなってるっていうことを教えてあげる、あるいは自力で避難をすることが難しい場合に手を貸してあげるといったことも考えられるかと思います。そうですよね。ヘルプマークなどを持っていらっしゃる方、それにその周りの方にとっても、通常の時、そして何かあった時に適切な対応を取るための一助になりそうですね。渡辺さん、このヘルプマークやヘルプカードはどのように配布しているんでしょうか。まずですね、受付の窓口なんですが、水戸市の三の丸臨時庁舎の障害福祉課、高齢福祉課、保健センターがなっております。はい、そちらでですね、申込書を記入していただきます。申込書はご本人様が記入されても結構ですし、代理人の方が記入されても結構です。どうしても書くことができない場合は、お名前やご住所、必要とする理由を窓口で職員が聞き取りさせていただいてお渡しすることもできます。なるほど。改めてこの対象となる方、どういった方々なのか教えてください。はい、対象となる方はですね、援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない、しかし援助や配慮を必要としている方となっております。具体的にはですね、義手義足を使用している方、内部障害、発達障害、知的障害のある方、妊娠初期などの方で対象と想定しております。なるほど、ね、ぜひこのヘルプマーク、そしてヘルプカード、実際に必要だなと感じている方が必要な時に申し込みができるように、そしてこう周知されているといいですよね。
そうですね、ぜひこういうものがあるんだよということを皆様広くご理解をいただければ、障害のある方もない方も気持ちよく生活ができる社会になってくるのかなと思いますので、ぜひ皆様のご理解ご協力をお願いできればと思います。ヘルプマークですけど、妊娠初期の方っていうね、そういう事例もありましたけれども、そのようにご自身の人生の中でこのヘルプマークが必要になる時期っていうのもやっぱり出てきたりするわけですね。そうですね、今障害とかがなくって困ってないという方であっても、例えば怪我をしてしまうとか、手術受けたとか、妊娠初期の方もそうですけれども、いつお困りになるっていうことも出てくるかっていうのはなかなかわからないところではありますけれども、そういった方にも使ってもらえるというところも、出てくると思います。自分の人生の中で使わせてもらう時が出てくるんだなと思うと、やはりこのヘルプマーク、ちょっと心に留めておきたいなっていう気がしますね。全くその通りで、ぜひこういったものを心に留めておいていただいて、気持ちよく暮らしていける、そういった心のバリアフリーというのが実現できるといいな、そのためには障害のない方も普段からこういった場合には困ってるだろうな、そしたらこういったことで手助けをしてあげたいなっていうようなことを少しでも考えてもらったり気に留めてもらってると、本当に気持ちよく過ごせるのではないかなと思います。いざという時を想定しておくということ大切ですよね。さらにヘルプマークやヘルプカードがあったら行動しやすくもなりそうですね。ヘルプマークとか見かけられたら、当然そこに書いてある内容に従って支援することによって的確に支援をいただけますし、例えば倒れたとか転んだとかって言ってそのまま立ち上がれないっていうことも出てくるかと思います。そういった時にはマークとかが外に示されてなくても、何かお困りですかってお声掛けをしてもらえたりとか、あるいはヘルプカード持ってますかっていうことでお声掛けしてもらうと、もしかすると持っててこういうことで困ってるんだよっていうことが分かるかもしれない。そういった時にはそれを見てまた的確な支援とかしてもらえると非常に助かるなと思います。このヘルプマーク、ヘルプカードですが、通常の時はもちろん、そして災害時の時などにも皆さんを助けてくれるものかもしれませんのでね、ぜひ皆さんヘルプマーク、ヘルプカード、ちょっと頭の中に入れておいてください。ヘルプマークは、渡辺さん、どんな形でしたっけ？ヘルプマークは赤字に白い十字やハートのマークの入ったカードの形をしております。改めてヘルプマーク、ヘルプカードについてお問い合わせ、詳しいことを知りたいという方、どちらにお電話すればいいでしょうか？はい、水戸市の障害福祉課にお電話をいただければと思います。お電話番号は直通なのですが 029-232-9173 となっております。もういろんな質問でもやはりお答えいただけますか？はい、積極的に質問していただければと思います。7月から水戸市ではヘルプマークやヘルプカードが配布されています。皆さんも赤い字に白い十字とハートのマークを心に留めておいてください。マイタウン水戸、今晃彦がお送りしました。